2010年日本エーペックはアジア太平洋経済協力に加盟する国と地域が参加して日本で行われる一連の会議のこと。首脳会議は2010年11月13日から14日に横浜市で開催された。首脳会議の開催地から東会議を横浜エーペックとも呼ぶ。日本では1995年の大阪エーペック以来の開催。会議の 主な焦点は、前回の2009年シンガポール APEC にて合意した APEC の経済成長戦略の策定、及びボゴール目標のうち先進国部の開かれた貿易、投資の達成度についてである。6月に札幌市で行われた貿易担当大臣会合では、世界経済の成長持続に向け保護主義回避の方針で一致した。また、 停滞する世界貿易機関の多角的貿易交渉早期打結を目指すことでも合意した。また、同月福井市で開かれたエネルギー担当省会合では、19日、域内での温室効果ガス排出削減や省エネ製品の普及などで協力することを盛り込んだ議長声明を採択した。同声明は、エネルギー安全保障に向けた低炭素化対策に関する、 福井宣言と題される。声明では APEC として初めて原子力発電所が温暖化対策に貢献することを認め、建設促進を盛り込んだ。11月に横浜市で開かれる首脳会議で打ち出す APEC の成長戦略に反映する。一方、原発推進を懸念する人々による集会やデモ行進、シンポジウムも会場近くで行われ、 約200人が参加した。8月に大分県別府市で開かれた成長戦略ハイレベル会合では、環境対策と経済発展の両立や人材、企業化の育成など、2015年までの行動計画の素案を盛り込んだ議長声明を採択した。9月に奈良市で開かれた観光大臣会合では、アジア太平洋地域における成長にとっての観光の 重要性を確認。雇用創出や貧困克服、環境保全に向けて連携して、観光振興を図ることを柱とした奈良宣言を採択した。10月に岐阜市で開かれた中小企業総統省会合では、域内の成長戦略を実現するために、中小企業の国際的な事業展開を支援することなどで合意した。 また、同月新潟市で開かれた、食料安全保障担当大臣会合では、世界的な人口増加や異常気象などを背景に、食料不足への懸念が強いことを受け、農産物の安定供給強化に向け協力することを、謳った、新潟宣言を採択した。日本は11月に、横浜市で開かれる、首脳会議で、横浜目標を策定することを目指していたが、 同会議において、首脳宣言、横浜ビジョンが採択された。11月に、首脳会議が行われ、首脳宣言、横浜ビジョンボゴール、そして、ボゴールを超えてが採択された。貿易、サービス、資本移動の障壁を減らし、域内を、緊密な共同体にすることを目指すとした。アジア太平洋自由貿易圏の実現に向けて、ASEAN プラス3、ASEAN プラス6、 艦隊平洋パートナーシップ協定等といった地域的な取り組みを基礎としてさらに発展させていくことなどにより包括的な自由貿易協定として追求されるべきことが合意された。また、アジア太平洋地域における成長の質を高め持続可能な成長を実現するため APEC として初めての成長戦略が策定された。APEC の将来像としては 低炭素で環境に配慮した強い共同体、テロや感染症などを抑える安全な共同体も掲げた。APEC では各国首脳が記念写真を撮影することが恒例になっていたが、2010年日本での APEC では民族衣装ではなくスーツを着ての記念撮影となった。ただし、民族衣装を着ないといけないという厳密な規則はない。 この横浜エペック開催によるテロ対策のため以下のイベント開催中止や娯楽施設の営業禁止措置もしくは自粛などの影響が出ている。ありがとうございます。